あの紫式部って源氏物語を書きましたよはめっちゃ有名なんですけども、その他のことって結構分かってないことが多いんですよ。いやもちろんあの宮中で日記書いてたりとかするのでそれは分かってるんですけど、それ以外のことってほとんど分かってないんですよ。あのなんなら名前すら実は分かってないんですよ。はい、あの紫式部って本名じゃないですね。当地っていうのはあの本名ってあんまり名乗らなかったんですよ。なぜかというとあの呪いとかに使われるから、本名とかを知られるとなんかね、この呪詛とかあるじゃないですか。で言霊とかもあるので、あの本名をこうバレるとなんかその呪いに使われるみたいなのがあったので、普通一般的に本名を名乗らないっていうのがある中で、最後の最後までわからなかったのが紫式部っていう方なんですよ。生まれた年もわかりません。いろんな諸説あるんですけども、だいたいまあ973年ぐらいちゃうかなというふうに言われております。